どうも、竹下淳です。師匠であるレイ・アルフォンソ正太氏から、最初ね、譜面を100曲書いたら遊んであげるよって言われて、40曲、50曲ぐらいまで行ったのかな。そしたら、まあすごく丁寧なお手紙を頂戴いたしまして、ありがとうございます。5000譜をね、既存のものを使うんじゃないよと、ちゃんと5000譜っていうのは自分で一本一本こう線を引かなきゃダメだと。まず真っ白な紙を買ってきて、そこに、譜面をね、こういうふうに書けと。で、実際やってみたんですけど、何が難しいって、まっすぐ線を引っ張るのが難しい、で難しいんでね、やっぱりどうしても大きくなっちゃうんですよ。細い線こう書くの大変でしょ。だから大きくなっちゃうんだけど、大きくなった結果これ良かったんですよね。だってやっぱりもう老眼でしょ、見えないから。おたまじゃくしもね、大きい方がやっぱり見やすいんですよ。で、とにかくね、でかい紙を買ってこいと。で、そこにでっかく譜面を書けって言われたんですね。どういう意味があるのかなと思ったんだけど、よくこういうところにこうポンってある譜面台ってあるでしょ。あれね、めくるの大変なんですよ。オーケストラでまだお休みがある、ね、パートの人はこう譜面めくれますけど、でもめくってガシャーンとかやっちゃったらまずいでしょ。でっかいこう厚紙のね、譜面がバーンってこうあったら、もうそれだけでアートじゃん。よく見えるしね。だやっぱり考えてないようで考えてんだなと思って、今でっかい譜面書いてます。でもね、結構コストがかかるんでね、そんなこと言っちゃダメだよね。そんなわけで、4月になりまして、ますます頑張っていきたいと思います。絶対100曲書いて遊んでもらうんだ。それでは竹下淳でした。